どうも、天ぷらです。藤山にいたずらを仕掛けちゃいましょう。今日はですね、この格好を見てわかる通り、我々がプライベートでやっているアフロモンキーズという草野球チームの練習試合です。なんとその練習相手なんですが、同じく YouTuber のクーニンさん率いるあのクーニンズです。よろしくお願いいたします。お願いします。どうもクーニンです。ありがとうございます。なんとあのまあ野球ファンならもう知らない人はいないと言われているクーニンさん率いるクーニンズが今日相手ということで、一緒に協力してもらって藤山にいたずらを仕掛けちゃうということなんですが、はい、ちょっとね、どういうことができるかちょっとクーニンさんと協力して考えさせてもらった結果、スペシャリストですからある程度のことは何でもできるということを逆手に取ったいたずらということで、もう面々がすごいですもんね。はい、そうですね。まずちょっと紹介してくださいよ、こんな人がいるっていう。まずですね、前から紹介させていただくとですね、はい、まあ、彼がグッチというんですけど、グッチ、ここが報徳学院。うわー、あの兵庫の報徳ですよ、甲子園常連の、はい、あの桐蔭の監督の出身校ですもんね。はい、そうです。西谷監督の、西谷さんの出身校です。すごい。え、もう甲子園にも何度か、甲子園であのレギュラーで出てヒット持ってます。ヒットまで、素晴らしいですね。ポジションは内野を、内野手。ありがとうございます。そしてで、こちらが厚生学校、厚生、八戸、はい、八戸厚生、北条だなんだ、いろいろ輩出してる。そうですね、はい、あの八戸厚生学院、はい、甲子園にも、はい、ちゃんと行きました。うわすごい。何やつか、キャッチャー、キャッチャー、キャッチャー、すごいな。そしてそして、まあ、こちらが一番メインディッシュなんですけど、メインディッシュ、はい、智弁和歌山。智弁和歌山。そして4回です。4回出た。全部レギュラーです。全部レギュラー4回。はい、すごい。何年にわたって？まあ3年。3年間ずっとレギュラー。はい。あの智弁和歌山、高島監督のもと。そうです。すごいな。ポジションは？キャッチャーとショートしました。キャッチャーとショート？相反する。あの相反するとされる。キャッチャーとショートやっちゃってた。はい、すごい面々ですね。まあまあ後ろの方たちもすごいんでしょうね。あの後ろはイチローさんと CM 共演されてます。イチローさんと CM を共演してる。あのユンケルの CM に、ユンケルに、はい、やってた。確かに、あ、そうです、あのキャッチボールするっていう CM に、あの相手、あ、映ってはないんですけど、最初のエンジン映ってないんかい。じゃあ意味ないんだ。映ってないなら、エンジンのところだけ、エンジンのところで映ってた、はい、もう野球が上手いから呼ばれてるっていうね、ことですし、このメンバーですよ。このそうそうたるメンバーがいるならできるであろうといういたずらなんですが、まあ、ちょっと異例なんですけど、はい、まあ、クーニンさんのチームとやらせていただくということで、うちの藤山を本来、ね、7番8番打ってるんですが、もうトップバッターにします。はい、まあ、相手がクーニンさんだしいいんじゃないみたいな感じで、あいつも、まあ、ノリノリで1番を買って出ると思います。はい、で、まあ、先行にしてもらって1番で最初出ますよね。ピッチャー誰ですか。はい、あ、もういきなり塁に出させてほしいんですよ。はい、とりあえずいたずらのために、まあ、それはフォアボールでもいいですし、その当てちゃってもいいです。はい骨は1本まで大丈夫です。ここならで、まあ手取り早くデッドボールでもいいですし、フォアボールでいいんで出塁させて、2球連続でちょっと申し訳ないんですが、パスボールなりワイルドピッチなりでちょっとこう、おー、ピッチャー乱調してるなみたいな感じでノーアウト3塁を作ります。で、うちの2番打者こちらかき上げに一応しておきますんで、もうだから2ボールノーストライクみたいな状態ですね、まあおそらく。で、その次のもう三塁になった初球、もういきなりスクイズのサイン出しますから、スクイズ見て、はい、で、そこはコントロールよくしてください、はい、で、スクイズなのに引いちゃおう。スクイズなのに、はい、もちろんスクイズだと思っている藤山は走ってきてます、はい、普通に引かれる、キャッチャー取る、三本間で挟まれますよね、三塁とホームで、挟まれるプレーというのがあるんですよ。ずっと挟まれる、だいたいもう挟まれたらアウトは、必須ですけれども、そこで永久に挟んでもらいましょう。どこまで行ってもタッチしない、永久に挟み続ける、これはもう技術がないと
確かに。もう冒頭投げてしまったらおしまいなんですよ。それをちょっとね、一回まあ皆さん野球知らない人どういうこと3本間で挟まれるみたいなイメージ湧かない人いると思うんで、一回ちょっとクーニンさんは、はい、うちの藤山に似てるということでもちょっと言うちょっとね、このちょっと顔の感じ似てるんで、ちょっとクーニンさんに、まあ、仮想藤山のランナーで、はい、わかりました。ちょっと今どういう感じになるか、皆さんの肩もちょっと鳴らす感じでやってみますか。はい、よいしょ。ちょっとどこまで挟めるかちょっとやってください、はいはい、じゃあちょっとおのおののポジションちょっと一応、はい、お願いします。さあクーニンさんが今なのちゃんとヘルメットをかぶっていただき、三塁ランナーに、あれが藤山と考えてくださいね。藤山が三塁ランナーに来ました。さあそしてスクイーズのサイン、ピッチャーが投げます。引かれた。さあここで挟まれる。こういう状態です。こういう状態、こういう、そう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 、タッチしない、タッチしない、そうそうそう、タッチしないよ、タッチしないよ、ずっと挟んで、ずっと挟んで、そう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 、うまいな、やっぱり。そうそう、ずっと挟んで、まだ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 ずっと挟んで、あと、あと5回、あと5回、はい、1、2さあ、そう、緩めて、タッチできそうだったら緩めてそうそう、ちょっとこけたりしてね、そうこの感じですよ。これで、おそらくどうですか、あのもうスポーツをほとんどしてクーニンさんでも今だいぶ疲れてますね。腰が腰がやばいです腰やられちゃって、そもそも腰がしんどいです体力これだから、まあ今ぐらいか今以上、まあ、あいつがもしかしたらクーニンさんより多分スタミナないんで、もし倒れちゃったとしてもそこはタッチしないでください。俺たちがおい戻れとか行けとか言うんで、ほんで良きところで徹底で看板で行きます。確かにこれ多分倒れますね多分倒れますね。今の感じでちょっと不自然になんかタッチできるみたいになったら、ちょっと こけてみるとかちょっと演出とか入れてもらって、ちょっとこう挟みすぎだなと思ったら間隔開けるとか、いい塩梅でお願いします。倒れた場合はどうしますか。倒れてたら多分おそらく倒れますよ。これもう倒れようかと思いましたもん倒れてもまあもう違和感ありありですけど、タッチはしないでなんとかなんとか、わーいって仕草むずくない。倒れたら続けましょう、ここの上で。あ、いいですね、いいですね、そうしよう、そうしよう倒れても続ける、ただただ続けるOK です。さあ、ということを挟まれ続けた藤山のリアクションを楽しみましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。
ナイス、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 いいよ、見えてるよ、見えてるよ。ピッチャー荒れてるよ。さあ、好きなとこ、好きなとこ、ナイスー！ノートですよ、ノート。ノート。ノー。いいね、いいね。さあさあ、投げます、投げます。さあ、行って行って、いけるよ。最後矢崎、何でもいいよ。間抜いてる、間抜いてる。さあ、行こう行こう行こう。選手点どうぞ、選手点。お前は愛くるしいな。お前は愛くるしいな。必死で必死でゴートバックを繰り返してどうした？え？まだタッチされてないぞ。え？もう何？二回目でアウトになってたぜ。全然来ねえ。全然来ねえ。いやいや、お前が上手かったんだって、ゴーバックが。全然上手くない。マジで下手くそかと思ったこいつ。いや、マジで強殺プレー習ってなかったんだよ。めっちゃ追い込み方も下手だし。あ、すっごい手前で話す。射抜いた。ああ。いや、だったらもうゴーだろう。ゴー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 。いけちゃうよ。誰か いてタッチのパターン。いけちゃうよ。いや、大成功でした。ありがとうございます。どういうこと？永久に挟み続けるっていういたずら。え、出たの？ランナー。いや、もう全然もうあのシナリオ通り。まあまあデッドボールでもいいですよと言ってたのは、まあまあ気を使っていただいて。え、わざとボール投げたの？わざとボールで、わざとパスボール。そう、わざパスボールしたくても止めちゃうっていう。持ち前のうまさでなんかもう本能的に嫌なんだろうね、後ろにいる。全然いけなかったもん。俺もセカンドで、いけるか、あ、うまいみたいな。 あと、ね、わざとだとしたらインコースのスライダーのボールめちゃくちゃうまい。マジで本当に入っててもおかしくないボール。完璧よ、完璧なんだもん、全部が。ちょっと疲れた。いやー、ありがとうございます。ただただ走らせて終わるという。さあ、こっからが試合開始なんで、藤田君。えー、マジで。ちゃんとした打順はもう私でありますんで。あ、違うな。はい、8番バッターです。なんだよ。試合開始でいきましょう。はい、お願いします。どうも、ウィアー。
寿司ボーイズ世界一ダサいこれは世界一ダサいです。さあ寿司ボーイズからお知らせがあります。なんと寿司ボーイズ、はい、ライブがですねボリューム3が3回目です、ね、また決まりました。すごいでしょ。ありがとうございます。2回目です。4月の13日土曜日に、はいはい、またもはや、大宮楽園吉本劇場にて、夜8時開演となっております、うん、1時間ライブです。ぜひ来てください、はい。すき焼きこと中尾さんがね、はい、もういないということだけはご了承ください。中おじさんが見たかったすき焼きが見たかったのにと思ってもう買ってくれてる方返金しましょうか。いない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 無無ですか。無じゃあ大丈夫です。あいつ目当ては無ノー返金でいいですね。ノー返金でいいです。わかりました。ぜひ皆さんお越しください。はいね、みんな楽しいライブになってるもんね。はい、どうした中おじさん、すき焼きさんじゃないの悲しいです。どうした泣いちゃって。ちょっと涙拭いてもいいですか。いいよいいよすいません、ハンカチの代わりランチパック持ってきちゃいました。ガーテさん、よし今のは忘れてください、はい、ということでぜひ皆さん、会場で待ってますんで足を運んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。